あれが面白い。これ。これね、ヤンバルガンピっていう沖縄の植物の、これ実がついてるでしょ。これ一年中花が咲いて実がなるんですよね。でほら、ここの奥にあるでしょ、真っ赤な実が。これを巻いて発芽したやつを一本ずつ分けて、ちょっとだけ網伏せしたんだけどうまく曲がんなかったんで、もう一回針金で少し曲げますけど。針金かけるのこれ。うん。こうちょっとね、こうふねふねって。これでもう花咲きます、このサイズで。一本ね、咲いたのがあったんだけど、お客さんが持ってっちゃった。持ってっちゃった。ヤンバルガンピ。ガンピ。ヤンバルガンピっていう。沖縄の植物です。で、これ挿し木でもできるんだけど、種からやったら面白いかなと思って、ちょっと巻いてみました。そしたら発芽率いいんで、こんなにいっぱい。で、これがこういう花が咲いて、実がなるんですよ、このサイズで。これはね、いい初挑戦。やっぱあったかいところがいいんですかね。やっぱ沖縄のなんで、今こうビニールハウスだけど、もうちょっと寒くなったら二重にします。発泡スチロールの中に入れてここに置く。これ面白いんです。この辺は台湾ツゲですけどね。台湾ツゲはすごいことができるんですよ。すごいこと、例えばこの辺で取り木かけたりもできるんですが、何にも枝がなくなっちゃって、ここで切ってもここで吹きます。すごく吹くのが早くて、いや、すごいちっちゃいの作れるってこと。そう、それでうちは挿し木もすごく太いのがつくので、これ全部挿し木なんですよね。この根がすごいけど刺せます。でもこれ刺して2年ぐらい経ってるんで、ちょっと植え替えないか、いけないけど。で、花がね、ほら来てるでしょ。ただ寒がるのね。で、これを例えば小さくして、ほら花がいっぱい来てるでしょ。小さく作れるところですもんね。そう、枝の細いとこ刺せば結構丈夫なんですよ、寒ささえあれしてあればね。で、真冬にほら花が目立つので、結構国風の頃でも、これは刺したやつですよね。刺して1年生かな。もう根っこ出てますけど、ここは金図でしょ。これは実生ですね、種からやってるやつで。これは挿し木だけど、こっちのがこれ、この辺ももうこれ刺してね、3年生ぐらいですよ。根がすごく張るんです。もう実がついてしょ。この辺もそう、一緒に刺したやつです。これだけすごいって言ってたやつ。それは寝伏せでしょって言って、面白そうな寝伏せで。すごいですよね。身についてるし、ね、そう。これを作りたくて、で、寝伏せをしたのがこっち。ちょっと草がいっぱい生えてますけど、これ一本一本全部根っこを伏せたやつから出てるんですよね。ね、だからここ。面白そうですよ、このふーっと見て。ほら、根っこ。根っこ見える。どうなるか。どのくらい曲がってるので出てるのかが分からないけど、結構、痛いの。あそこまで曲がってるかどうかはね、これは特別いい寝伏せですよね、さっきのはね。でも寝伏せでも出るのね、金図はね。金図も例えば、ここで切っちゃって、とするでしょ、ブスッと、はい、何もないとこで、もう半年でバーッと枝出ますから。これなんか棒だから面白くないけど、ここで切って挿し木して、それでここでもう一個挿し木してってやると3本になる。すんごい吹きがいいのよ、金図は。その代わり肥料ガンガンやりますけどね。金図はね、やりがいがあるけども、蝶々が卵を産むでしょ、ね、だからもう年がら年中気をつけないと、丸刈りで食べられちゃいます。葉っぱを全部食べちゃうんで、普段は網の中に入れとく。ここは今入らないからいいんですけどね。これさっき話してたどんぐりの網伏せ、どんぐりは埋めちゃダメなんです。置くだけ。置くだけ。そうするとここ見えるかな、ここ。これ取れないかな。取れます。ほらほら、ここ出てる。これ先に根っこが出るの。で、下に張ってくる。それから葉っぱが出る。でも
だいぶ出てきてますね。取ってすぐにこの状態にすると。そうですね、あの置いとくと虫が中に入っちゃって食べちゃうんですね、うん、だから取ったらすぐ巻いてすぐこういう状態にして、これはあの台所のあのゴミのところのネットでもちょっとねこれね柔らかいんで伸びちゃうんですよ。押し負けちゃう、うん、うんうん、だからね二重にしてるんですか。これ二重になってますけどね、あのうんとやるときは上からもうちゃんと網をギュッてやったりしますけど、とりあえずまだ発芽しないので根っこが出るだけなんで、だいぶ出てきたね根っこ、うん、これが双葉になるのは来年の春です。このまんま冬越しします。根っこだけで、根っこだけでいくんです。これ栗違うんですか。えこれそれはイチョウのほら、あ銀杏、銀杏、あ銀杏か。でこれが栗、これはあの山の栗、山栗拾ったんで食べないで、はいはい、とりあえず巻いてあります、これがなかなか発芽しない。やっぱどんぐりの方が早い。一応出ますけどね、可愛いんですよ。栗をつけたまんま鉢に植えると、とても可愛い。これが松の種を今取ってるところですね。赤黒、はい、これが赤松です。見分けつかないからね、書いとかないと。でこれが最初こんな感じでだんだん開いてきて乾燥すると、それがこう開いてきて出ないかな。みんな怒っちゃってるねこの隙間に入ってるのがこれが種。これ乾燥すると自然に出てくると。そうですね、四国の盆栽屋さんとか名古屋の盆栽屋さんで松やってる人はみんなこれやって、はい、この先っちょにあるのがねこれが種ですよ。だから巻くときはこの羽をねこうやってやって巻くんですけどね。黒松、黒松、うん、でこれは先に一回出たやつ、もう大量ですね、うん、これ一つに対して一個入ってるから、一つに対して、うん、このなんていうんですか、これに対して一つ入ってるんでこの数だけあるわけですよ。30個ぐらい、ほらすごいすごい、こうやると出るんですよ。30粒ぐらい取れるのこれで。じゃあもう一般の人は1個2個で十分ですね。そうですね、うちは種売ってるんで国風の時にね。赤松が去年松が全然取れなくて、赤松は大変なんですよ、背が高いから。あ赤松の種取るのが大変。黒松っていうのは意外と背低いんで、うん、意外と取りやすいです。これで全部出して一回冷蔵庫に入れて春に巻けばわっとわっと生えますよ、うん、あの松はね4月の頭ぐらいに巻くんだけど、割と普通のもみじなんかよりちょっと遅いんだけど、うん、巻くとほぼ同時に発芽するんですよ。だから背が揃いますよね、バーってね。発芽率はすごいいいと思います、うん、松は。赤松は1年生は赤くなっちゃうんだよね、どうしてもね。これ赤松ですよ。かわいい。こういうふうにいっぱい出ちゃう。あ、うん、こんな感じなんだ、うん、紅葉してるんだよね赤松はね。1年生は紅葉しちゃうの、うん、で黒はしないけれども、どこにあるかな、黒どっかに。何しろ数が多いんで ね、うん、そうですね。あと銀杏と栗とどんぐり、うん、どんぐりはもうはっきりと。これほらもうあれじゃないですか、色がねもう変わっちゃって、こんな感じに網伏せしとくとこうなるん で、 でこれもっと小さくしたい人はここで切っちゃって、ここで挿し木、いや挿し木効かないの、どんかないんだ。だから上は捨てる。あ、上は捨てる、うん、この曲がりまで欲しい人は、うん、とここを切っとけばこの辺からも出るし、ここからも出るし、どっからでも出てよね。これ芽ですから、どんぐりってバッツリ切っても OK なんで。これが去年、うん、去年巻いたやつかな。もうほらこんなに葉っぱが紅葉しないで落っこちてた。この色がこのねオレンジがコナラの紅葉ですよ。でもっと曲げたい人はほらギューって引っ張っとけば曲がるからね、まだ、うんうん、こうやって引っ張っちゃう、畳んじゃえば、この時期にそうすればもっと曲がるんで面白いのできます、うん、どんぐり太るの早いんでね、うん、どんぐりはね早いんですよ。そこら中に落ちてるから、そう誰でもできます。どんぐりでもいろんな種類あるから、あのウバメガシとコナラは全然違うから、ウバメガシとどんぐりはどんぐりなんですよ。
一応ね、網伏せ難しかったの。曲がんないんだよ。一応です。葉っぱ落ちましたけどね。まだ曲がるけどね。一応って曲げといても戻っちゃうんですよ。それで無理してこう針金かけると傷だらけになるし、意外と難しくて網伏せ失敗なのこれ。ほら曲がってないでしょ、何本も。これは去年巻いたやつかな。一昨年かな。これ一昨年かもしれないね。したらほらこれがね、ウバメガシなんで、これもどんぐりなんです。これもどんぐり。カシの木。どんぐりがちっちゃいんですよ、カシの木は。はい、でどんぐり並べるとわかるんだけど、コナラは細長くて、こっちのカシの木のどんぐりはもうちょっと寸詰まり。うん、でその辺に起こってるのはこっちが多い。あ、そうなんです。これなんかもうぐちゃぐちゃだかわかんないでしょ。これね、これツタ。あ、ツタ。ツタの1年生。種。種種いっぱい出てるでしょ。甲子園のツタを あのもらった人が庭に植えて、はい、庭家にこう巻きついちゃって、うん、でそこの人にんとこ遊び行くと取らせてもらうのだけど今年はなってない、2年に1回なんですよ。へえ、そうなんだ。そこのツタはね、これは欅だけどほら手入れしなかったからこんなになっちゃう、うん、これ欅ね、ちゃんと切っとかないといけない。一本切りにするんだったらこんなことしちゃダメです、はい、もっとちゃんとやんないと。もみじも、もみじは例えば今1本生えてますけど、これここでいっぱい種が入ってるので、うん、来年の春にもまた出るんですよ。あの2年にわたって発芽するので、はいはいはい、捨てられないんですよ。あ、これこれあの犬散歩に行った時にサザンカの実を拾って撒いといたやつ。やっぱね、ちゃんと手入れしておかないとね。巻きっぱなしなんでどれもないだ、うんうん、でもね、ちゃんと1本ずつあげてやっとくと 3,4 年で花つくの、これで。今年は可愛い花が咲いて、この間のシュガー店で売れましたが、何でも巻くんですよ。何でも巻く、何でも巻く。とりあえず巻いてみる。実を見ると拾うっていう習慣があるねしょうがないねこれに花がついてればね、さっきのほらサザンカさ、これちょっとまっすぐすぎるな。これ作ってる途中だけど、これいいじゃん。回ってんだけどね、うん、これをこの太さじゃまだ咲かないよね。もうあと 1,2 年経たないと。かっこいいの売っちゃってないんで、これがあれね、さっきの未生したやつで、これの兄弟が花がバーってついたんで、このくらいの。これ何でしたっけ。サザンカ。サザンカ。サザンカの未生、4年生。4年生。4年生。かっこいいのと花ついたの。あ、ここに花ついてるけど、これここで咲いてもね、いい気打っちゃったってないで、ほら花はついてる。花はね、このくらいの太さなら咲きますよ。一応、一応これ古いよ。古いけど、いまいち。高いもんじゃないからね。あとモミジだったらもう葉っぱ落っこっちゃったよね。ほら、あ、いい、こんな感じになります。ミショウなんですか。うん、ミショウ。これ網伏せ。網伏せ。網伏せってやっぱいいですね。網伏せ、あの傷がねつかないから。コナラだってあんま大した傷がないから、もっといいのがあるはず。コナラは結構数ができるので。もう落っこっちゃってるからね、葉っぱが。でも数減ってますね、やっぱり。春夏の後はもう大変です。ね、自信パンパンにあった気がする。はい、なくなります、どんどん。このコナラは実がなるんだよ。こんなちっちゃくても。一歳コナラ巻いたやつでね、これ花芽なんだよ。これ花芽なんだよ、これ。これ。あ、これか。ちょっと違うでしょ。はい、これもこうぷっくり膨れてるでしょ、元が。うん、これ花芽ですよ。でなるんだけど、なんせ細くてね、太ってくんないんですよ。珍しいんだよ、こんなちっちゃくて花くんの。コナラは種まいて大木になるまでならないから。これすごいんだ。これ花芽ついてんだよ。カリン、こんなちっちゃいの。これ花芽、花芽なんですよ。これね、なるの。なるんです。あの、取り木です。これは取り木、うん、種じゃないです。種じゃない。だからこの辺も種からやったやつだね。あの、青つづら、実がもう落ちちゃった。
落ちちゃった。青つづら、こういうのね、種からやった寝伏せみたいな。でも面白いですよね、やっぱ形がね。面白いね、やっぱ種からやるとすごいよね。これは曲げたらしいよ、私が買ってきた、ここまでね、やって咲くといいんだけど、なかなか それが難しいところですよね、あ、ほら、これね、一応曲げないで、こう一個埋めて、わかる、ここ、銀杏、銀杏がここにあって、そこから生えましたっていう状態で曲げてないんでまだ曲がるけどね、ちゃんと出るんですよね。というわけで、胡椒がいいと思ってます。動画閉めていいですか。はい、すいません。というわけで、未生の盆栽でした。はい、拾ってきた実とかでいろいろ作れるってことですよね。そうですよね。やっぱりね、基本は種まき。種まき。豆盆栽から商品盆栽は種からやると、どなたでも面白い木ができるし、できる、結構面白い。何でも出ますからね。そうですね。しかも無料。そう。ただです。はい。というわけで。まあね、3、4年育てれば、立派な盆栽にできます。できます。はい。ということでした。はい。ありがとうございます。